A 品よりもバーンと2個ぐらい売れて頭から出たんですよ悪いこともしましたよ。おだって僕だもん、許せなかったんです。おで、武田塾みたいなことやってたんですこれ、とつってみようかな。ハローでは始まりました、森ちゃんチャンネル。さあ、今回のスペシャルゲスト、中本です。はい、中本先生においでいただきました。これの全身のものも出てきたわけですもんね、寸大時代に。これね、英文法トップ100という名前だったんですけど、はい、最初に出すときに、まあ、もともと僕に来た仕事じゃなくて、某先生に寸大文庫から話がいったのを断られて、うん、じゃあ、そうだったんですね。なんで分かったかというと、断った先生がわざと僕に伝えに来た。へー。それ僕が断ったやつですから。おぉ。名前言おうかな。まあそれは言わないけど、はい、じゃあ僕はこの本を出す前にもうトフルボキャブラリーとか、はい、トフルとかで英検の本書いてて、うん、ちなみにトフルリーディングっていう本はね、僕が寸大にいた頃は、ヨゼミの先生方も、はい、あの、ぴょんぴょんする先生も、はい、勧めてくれたの。へぇ。マジでいい人なんだ。で、まあ、僕はヨゼミ入ってから勧めてくれてないと思うんだけど、僕は自信があったから、はい、寸大でこういう本出せば売れるっていうの自信があったから、はい、で編集者が当時あんまりまだ経験ない人だったから、はい、で僕の言う通り作ってくださいって、うんうん、でまず重要事項を色でつけるんじゃなくて、うんうん、ふざけてるところをあなるほどしましょうって、はいはいはい、そういうタッチで書くからって言って、はい、向こうえって言うじゃん、はいはい、いやとにかく僕の言う通りしてくださいって、うん、ふうに言って責任を僕は持ちますからって言ってでその通りやったらやっぱり受けたよね。爆発的な1997年ぐらいかな、はい、に出して一時だけど A 品よりもバーンと抜くぐらい売れてでそれで初めて8年目にオリジナルで書き講師も出した、うん、だからそれまではオリジナルとか持ったことがなくて全然夏とか冬はやらせてもらえるんだけど中級英文解釈っていうのは皆さんがやってらっしゃるやつとか、まあ、女子大英語はね7年目からずっとやってるけどそれ以外はいろいろチャレンジ次第英語とかそういうものをやってたんだけど、まあ、8年目にやらせてもらってそこからすごく順調にいい感じでやらせてもらってたのかな。 なるほど。前回でもお話しても使われてるかどうかわかんないけども、はい、中本は寸大がちょっと傾いたから四隅に逃げてきたんであって、はいはい、で良くなったら戻ろうとしてるっていうのはもちろんそんなこと言ったこともないんだけど、はいはい、戻りたいなと思ったことは何回もあったね。あそうなんですね。あったね。やっぱりちょっと職種違うし自分は暴走族の方には中本さん合ってるよって言われたこともあるけど、はいはいまあ、そういう面もあるけども英語教えるに関してはやっぱり一人で全部俺ですけんっていうのはちょっと嫌なんだよなっていうのがあって気持ちはあってでお世話になった先輩とかもいらっしゃるからもう本当主任クラスの方たちも何か困ってるんだったらあの俺が力になってやるとか俺が頭下げてやるから戻ってこいとか一回具体的に誰に頭を下げればお前戻れるんだっていうふうに言ってくれた人もいて、かなり上の人がいて、いや、まあ、強いて言えば、ここは絶対何があろうとピヨンだけど、はい、っていう、まあ、教務部長とかやられた副社長かなんかやってた人なんだけども、まあ、実は僕ね、その人に、まあ、副社長ですよ、はい、頭から出たんですよ。すいません。まあ、当時の先生職員みんな知ってると思う、はい、いやーけどあの人ぐらいだけどもうとっくに定年超えてるから俺もちょっとぐらいもう戻れようかなと思って、はい、いやだからもう今そんな支障ないと思うんですよってその先輩に言ったら、はい、バカだな中本あの人今で残ってるよってで復帰おしまい復帰の夢絶たれた元の職種には戻れなかった。前ね元の職種本当に戻らなかったね。だから今でもやっぱり寸大で教えた10年間まだヨゼミの20年間は まだ一応過労してまだいるからね、はい、振り返ることはないんだけども寸大にいた10年間というのは本当に楽しかった思い出しかないっていうか、ただ悪いこともしましたよ。おだって僕だもんだって僕だもん
うん、で最初さっき言いましたよね、もう本当に8年目ぐらいからしか自分の講座って持ってなかったから、うん、それまで学校集でどんなにすごく上のクラス持っても高一東大英語で昭和33年に出題された英文解釈やるとかさ、つまんない、まあ、そういうのあるでしょ、はい、経験ね。でせっかく目の前にこれだけ優秀な生徒がいるのに夏期講習で全然教えられないし、うん、でしかも年功序列みたいなところがあるから ね。で全然人気も支持もない先生がオリジナルを持って、うんうん、その講座をなんか名前があるから目の前にいる生徒たちが取ってがっかりするみたいなのが、うん、なんかちょっと僕的にまあ本当に僕は悪かったんですよ、うん、当時の僕は悪かったんですけど許せなかった、ね、でパンを持ってこいって言って生徒たちに牡蠣のパンを持ってこいって言って俺が全部解説するって言って、でもちろん英語のね、はい、じゃあ、英語の何ページ開いてください、上から行きましょうって、某先生、南南先生の上級英文解釈、はい、ペン出せって、大きく×しましょう生徒が、え×って、はい、これ×全然×慶応大英語って、はい、これも×これはね、断言します10分で寝ますみたいなことを言ってて、本当にすいません最初は生徒はなんかこの先生やっぱり悪口言う先生みたいになるんだけど、そうじゃなくて英文解釈したいんだったらこっちの先生を取りなさい、この先生は絶対いいから、でそれは僕が生徒の評判とか普段出版されてるものを見て、あこれ絶対いいっていうのを勧めるわけだから、批判するだけだったら生徒信頼しないから、けど一方で僕とは無関係の利害関係も何も先生のこれを僕が絶賛するから、もちろん全員が信じるわけじゃないけど一部は信じて取るわけ。そしたら夏やっぱり僕がいいと思ってる、私生徒もいいと言ってるやつだから受講してみたら最高なわけじゃん。で僕はやめとけっつっても取った生徒はやっぱがっかりする確率が高いわけ。そうすると夏に僕が高一東大英語で一生懸命昭和33年と格闘してる間に僕の評価高まるわけ。なるほど、中本いいよってちょっと違った意味だけど中本いいよって、でもう冬季講習のパンフが配られる頃になるともう生徒が冬季のパンフ出して待ってますみたいな、へえいうことをやって、だから武田塾みたいなことやってたんじゃない、参考書これがいいみたいな一人武田塾をやってたみたいな感じかな。俺2ちゃんでやろうかな今からですか、林って名前にするんだ、いや違う、武田って名前で、武田って名前です、そうか、やればよかった、俺そういうの大好き勉強とか、はい、そういうのけどあんまり与瀬先生ってしないじゃん、はい、しないですね、俺の英語を語るってないし、多いからけど細かい具体的な英語の勉強の仕方とかの方が僕はなんかどっちかというとスポーツに近い面もあると思うから、はい、大事だと思うからやってみようかな、じゃあ今英語科の課長なんだっけ、あそうです、はい、課長補佐官なんだ武田塾ヨゼミいられなくなっちゃうじゃないですかダメなのヨゼミにも毒ついてるんだっけ、まあまあ、うちのまあ、林さん、そういうわけで林さんでいいんだっけ、林先生、林さん、林塾長ですね、林塾長、どうもあまりヨゼミのこと言わないでください、あのまあ、塾長は言ってないんですけどね、他のなんか見解弱そうなやつあ、なんかじゃあ見てみようって言ったら見たら腹立つかないや逆に喜んじゃうかもしれないですけど、分かんないですけど、そうかな、面白い、まあまあまあ俺いつもあのさっき見たけど通ってる時にまあ東進あるじゃん、はい、で寸大もあるわけ、高校生でその間に武田塾できた、ね、これとつってみようかな、とつるって僕も YouTube チャンネル始めるんでよろしくお願いします、フランチャイズだから、ね、やられても何も分かんないですか林塾長いる時ないかな、ないです、まずやらせてちょっと言ってくれないかなとつってその英語科課長補佐とかは全然できますよ、できるぶっちゃけできますよ、できるけれども、うん、ヨゼミよりはくれないと思いますよ、お金はそれは、まあ、じゃあヨゼミがいいそれは授業ないんで、あそうなの、授業とかしないじゃないですか、武田塾にいても、あそうそう、じゃあやっぱり河合塾は大事か、あどうなんでしょうね、こんなもん使えない話ばっかりしてますけど、授業はしたくない、あ、まあ授業は好きです、生の生徒の前で授業はしたくない、それは好きなんですけどね、だからどうやってやるか考えないといけないです、ね、うん、さあ締めないといけないです、一旦そんな形で、はい、まあ、使えないところだらけだったんですけども、ね、
先生の長尾先生の、ね、使ってくれないいや多分まあどこかでは使ってる、まあメンバーシップで多分使ってると思います。金儲けに使うのそれ言ったら炎上させないです。あ、そうか、すいません。いや、よかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。